お嬢、おはようございます。いやあ、今日も俺が起こしに行く前に起きてきなさるなんて、偉いですよね。うん、ん,うん。じゃあ、今朝は、フレンチトーストを焼きましょうか。お嬢の好きな蜂蜜をたっぷりかけて。ちょっと待っててくださいね。あ、今日は午後から雨が降るって予報ですから、傘を持って行ってくださいね。 なんでしたら、昇降口までお迎えに上がりますが、どういいっしゃでしょうかえ今日は迎えに来なくていいって。うん、また、ですかいこの頃、自分のお迎えを断ること、多すぎやしませんか自分が言うのもなんですが、お嬢。 悪い人間と付き合ってるんじゃありませんかお嬢はまだ子供なんですから、付き合う人間は選え、えあ、お嬢朝食がまだ途中なのに、もう行くんですかいちょっと待ってください。はーい、俺の力作のお弁当ですよ。 今日は、お嬢の大好きな甘い卵焼きを多めに入れときましたから、苦手なアスパラも、ちゃんと食べてくださいね。緑の野菜が苦手なんて、まだまだお嬢は子供で、ああ、はい、行ってらっしゃいし。<laughs> 一人で帰れるからもう迎えに来なくていいって言われちまった。 お嬢も高校生になって俺もいよいよお役御免なんですかねお嬢が小さな頃にした俺が一生お嬢をお守りするって約束指切りまでしたのにお嬢はもう忘れてしまったんでしょうかね おいダメやらもう10時回ってんだぞ早くお嬢を連れ戻してこいってこの俺に何と言わせる気だお嬢が楽しそうだから言い訳すんじゃねえよクソ野郎しのぐの言ってるせ内臓を全部売り飛ばすこれで5日連続。 はあ、まあ、お嬢ももう高校生だし、恋人の一人や二人。いや、考えたくねえ。お嬢がどこの馬の骨とも分からねえ奴と付き合うなんざ、我慢できねえ。相手見つけてコンクリで固めて海に沈めてやるぜ。<laughs> った この俺の頭に何しゃがるお前を先に沈む。え、あれあ、お嬢なんであ、おかわりなさいじ。はいや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 、俺は何も言ってはしませんよ。お嬢の彼氏に何かしようなんて全然全く。そんな人いないって 俺に隠し事なんて、水臭いですぜ。えおめでとうって、どういう意味です俺の、誕生日ああ、すっかり忘れてました。えああ、そう、ですか。 そう、だったんですか。俺のプレゼントこれを買うために、バイト <laughs> しかし、お嬢も人が悪い。射程度もすっかり手ずけて、俺だけのけものにしなさるなんて。いやいやいや、すねてませんって。<laughs> 嬉しいです。開けても、いいですかい これは、指輪お嬢と、俺のですかいお嫁さんにしてって、お嬢、あんな昔にした約束、それもただの口約束を、ちゃんと覚えていてくれたんですかい いやいやいや、泣いてなんか癒せんよ。ちょっと汗が、目に染みただけです。お嬢、お嬢の指に、この指輪を、はめても構いませんかありがとうございます。俺にもはめてくださるんで。 なんか、こういうの照れますね。ねえ、お嬢。近いうちに俺、きちんと親父さんに、お嬢と結婚させてくださいって、お願いしてきますからね。ああ、一人で大丈夫です。絶対に、結婚の許可をもぎ取ってきますから。お嬢は俺を信じて、待っていてください。 そんな顔しないでください。大丈夫ですって。俺この日のために体を鍛えてきたんです。あばらの一本や二本折られても、お嬢を諦める気は全然ありませんからね。